マレとキリマルです。皆さんこんにちは、キリマルでございます。ということで、私ついにキリマル髪の毛をバッサリ切ってしまいました。結構10センチかな、20センチか、結構髪の毛をバッサリと切りまして、本当は髪の毛伸ばしちゃったんですけど、やっぱりどうしても耐えられなくなったのと、私の地元の友達、仲いい友達とかみんなにどっちがいいかな髪って聞いたら、みんな声揃えて、なんかキリはやっぱり短い方がなんかパッとして明るく見えるから可愛いよって言われて、他人が言うなら、なんかね、やっぱ周りが声揃えてそうやって言ってくれるのって素直にすごい嬉しいし、あ、そうなんだって思って、あとみんなに一回アンケート募集した時もキリマルボブ派の方が多かったみたいで、ついにバッサリ切らせてもらいました。今日とかこういう何も履いてね、ちょっとやっぱボブにするとカジュアルなお洋服がめちゃめちゃ似合うようになるところかなと思います。こういうシンプルなお洋服の時は髪の毛を遊ばせるためにこう短いボブにすると、でもさ、これくらい髪の毛が短くなると T シャツをねめっちゃ着たくなり、 T シャツそういえば全然今年買ってないなと思って、ちょっと買いに行きたいなっていう、まあどうでもいいんですけど、こういう雑談は。正直本題に入りますと、せっかくこんな感じで髪の毛切ったよっていうことで、ボブにしまして一発目のヘアアレンジ動画を撮っていきたいと思います。やっぱ最近の動画無意識なんですけど、ちょっとうるせえな、ふざけすぎてたなって感じがするので、しっかりわかりやすく紹介をしていきたいと思います。今日やった髪の毛はこんな感じの濡れ感のあるさりげなく大人外羽ヘアをやってみましたので、よかったら最後まで見てくれると嬉しく思います。ではよーい、はい、ということで早速やっていきたいと思います。今日は外羽にしたいからストレートアイロンで巻いていきます。いつも使ってるアイロンはこのサロニアのこのアイロン使ってるんですけど、なんかとりあえずでドンキでいいやと思って買ったやつやっけんさ、本当は別にサロニアがいいわけじゃなくて、本当はさ、あのよく美容師さんが使ってるこれをいつもこれ買おう、東京にいた時に買おう買おうと思いながら忘れて帰ってしまって、いまだに一回も使ったことないみたいな。でもね、サロニア温まるのめちゃめちゃ早いけん、すっごいお手軽ではあります。一回ね、がっつりブリーチしてるっていうのと、なんか髪の毛が柔らかすぎて、自分でもめちゃめちゃ言えるくらい、めっちゃ髪質が柔らかくて、溶けてなくなっちゃいそうくらいの、なんかすっごい柔らかい髪の毛してるので、カラーがね、かなり落ちやすいのと、傷んじゃうから、髪セットするときは120度から130度くらいでいつも巻いてます。140、50くらいでもいいと思うけど、あのね、私のお姉ちゃんとか、まあいや、話しながらやろう。この時期絶対使ってるんですけど、一番最初に、このパンテンの日焼け止めオイルを使います。お姉ちゃんがさ、オイルってさ、日焼けする効果があるやんか、日焼け止めオイルって矛盾じゃねとか言ってた。これを全体的に髪に塗っていきます。髪の毛もね、かなり日焼けをするらしくて、その日焼けでパサついたり傷んだりカラーが落ちやすくなったりとか、いい効果が何もないので、髪の毛もね、日焼け止めするのがいいんだって。ちょっと待ってください、案件じゃありませんから。めっちゃ案件みたいな流れになってるけど、あと私的にオイル先に塗ってた方がセットしやすいんですよ。まとまりやすくなったりするから、日焼け止めスプレー塗るとさ、またそれは髪がパサパサついたり、スタイリング剤代わりに日焼け止めオイルも一緒に塗ってます。はい、塗りました。こんな感じで、今日テンション低いかと思いきや、まだね、朝の8時なんでございますね。で、今日はね、ちょっと用事があって福岡の方に行くんですよ。車でね、2時間ぐらいかかるから、ちょっと早めに出ようと思って、久しぶりにね、早起きして、まあいや、そんなどうでもいいんやけど、ちょっとやっていきます。暑いなークーラー。今日のリップもマイロインクのオレンジを使ってます。ボブにしたらさ、マイロインクのオレンジのリップがめちゃくちゃ映えるようになって、夏ボブ、 T シャツ、オレンジメイク、もう最強です。リップはこんな感じ。髪の毛をね、今日はちょっと外羽にしていきたいので、ブロッキングまずします。ここから半分くらいかな、髪の量が多いから半分くらい分けて、ちょっとこのくせ毛がね、結構私くせっ毛やけん、ここをまっすぐ伸ばしていきます。なんか美容師さんに教えてもらったのが、外羽ってさ、ちょっと子供っぽく見えるんだって。やから、なんか最近のその大人っぽい外羽、ナチュラルな外羽って巻いたら、ほんのちょっとだけ毛先を、今までってさ、オープン、今までって割とさ、みんなこうグルンって巻きよったと思うんやけど、それって結構子供っぽくなるらしくて、ほんのちょっと毛先だけを若干外に向けるくらいな感じ。くせ毛の場合ってこの後ろがすごい大変。次巻けたら下ろします。そしたらさっきと同様で、くせを伸ばしつつ毛先だけをほんのちょっと外羽にしていきます。リップのね、予約販売をしたんですけど、もうね、かなりのリップの量を準備してもらってたんですけど、開始1時間でコーラルとオレンジがパッて同時くらいに売り切れて、毛先だけほんのちょっと外羽って感じにしました。光飛びしてる、大丈夫、こんな感じ。そしたら反対側もやっていきます。一緒、やり方は一緒です。でね、結局全色完売いたしました。本当にみんなありがとうございます。もうびっくりですよ、ものすごい量のリップを準備してたのに、まさか完売するなんて。5日
かな、店舗販売できたらいいなって。はい、こんな感じです。もうめっちゃ簡単やからさ、ただ外に巻くだけっていう、もうさ動画にするほどでもないくらい痛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 い、ちょっとちょ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 、最近やばい、マジだ、足のつりが半端ない。なんでなんで、なんかなんでこんなつるんやろ。てかさ、みんなさ夏休みっていつから、もう始まってるん、学生とか。なんか私の家の近所って学校がね結構あるんですけど、最近みんなを見かけんのよ。はい、てな感じでだいたい外羽に巻くことができました。後ろも毛先だけちょっと外に羽させるくらい、伸ばすふりして毛先だけほんのちょっと外みたいな。今の私のノーセット前髪はこんな感じ。上手くねっていうか、なんか私さ前髪の量増えてるね、圧倒的に。前髪は上に向かってアーチを作る感じで、そうするとふんわり前髪になるんですね。でさ、前髪がなんでぺったんこなんやろって思う人は、毛先だけ巻いてる気がするから、ちゃんと根元から挟んで上に持っていくのがポイント。こうやってやりすぎました最悪やりすぎた。なんかきり丸です。はい、巻いたらこんな感じです。ここまでついてこれてますか。私の場合いつも遅れ毛をねちょっとだけ髪の毛作ってるんですよ、わざと。まあ自分で全然切ってもいいと思います。ここら辺だけこう短く、これくらい長さ的にはこんな感じで。なんか毎回動画でも話したことあるんやけどさ、なんか私って遠くで見た時になんか耳かけが似合うんですよ一番。なんか耳かけして顔の輪郭をこうやって出す方が小顔に見えたり顔がスッキリするんですよ私。毛量が多いけんか分からんけど、ちょっと例えばこうしますってなったらなんか芋っぽくない。耳かけてない髪の毛が似合わなくて、だからいつもどんな時でもね耳かけしてるんですよ。この遅れ毛のところを取ってアイロンでね S 字にこうしてこうこうしてこうこうして外羽、毛先外羽、おい、こんな感じの、はい、巻き終わった感じはこんな感じ。外羽にした時って下にこうやって外羽ってここにボリュームが出るじゃないですか。ってなったらここのてっぺんがね結構ぺったんこ気味になるんですよ。こういうみんなが持ってるこういうさコーム、ここの部分を使って、これも最近教えてもらってやるようになったんやけど、ここからね後ろに向かってギザ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 ってギザ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 ってするんですよ。こうやってこれをこのまま引っ張り、上に引っ張り上げたらこのまま分ける。失敗。結構細かくね細くギザ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 ってやって、そうするとわかるかな、ほんのちょっとだけこうトップがねふんわりさせて、なんかこうトップがふんわりして髪の毛がねいい感じになります。はい、そしたらじゃあスタイリング剤使っていきます。これは前にも紹介した簡単に濡れ髪にできるしセットしてますよ感が簡単に出てくれるやつなんですけど、やっぱ私って髪の毛の毛量がね結構多くて、私の場合スタイリング剤つけないとこうやってねすぐ広がってくるんですよ、ボーンって。髪短くなったけんねちょっとでいいと思う。毛先を中心に内側から揉み込むようにちょっとつけていきます。これ結構思った以上に急に濡れっぽくなるから、こんな感じで、マジで初めて使う人は最初少量から始めた方がいいかなと思います。最後残ったやつでちょっとトップの方を、水も滴るいい女になりました。この残ったので前髪をこんな感じで、はい、そしたらこんな感じでセット完了です。本当に外羽しかしてないんですけど、簡単にセットしてますよ感が出て、私的にねスタイリング剤使うのってめっちゃ大事やなって思ってます。きり丸です。はい、ってな感じでヘアアレンジ動画どうでしたでしょうか。ちょっと話変わるけど聞いてほしい。最近はずっとねなんかずっと今までキャンメイクのこのマーメイドスキンジェルっていうのを使ってたんやけど、最近ドラコス購入品でも紹介したんですけど、またこれに戻ってきて今日久しぶりにこれ使ったんですよ。したらさ今日私ファンデ塗ってなくて、この下地とコンシーラーだけ気になるところに塗ったんですけど、なんかめちゃくちゃ肌が白くなってものすごいツヤっぽくなって、やっぱこれすごいわ、本当に素で肌の色を白くしてくれるみたいな。手の色と顔全然違うかもしれんけど、やっぱね下地を白くするとめちゃめちゃいいなと思いました。よかったら参考にしてみてください。きり丸です。はい、ってな感じで福岡に用事があるので行ってこようかなと思います。という感じで私のイメチェン動画でございました。髪長かった時の巻き髪動画とかも過去の動画に撮ってたりするので、髪長い方はそちらを見てください。髪が短い方はこれから私がいろんなアレンジを動画にしていきたいと思っていますので、よかったら見てください。ということで私 Twitter、Instagram、TikTok、上山やってますので、皆さんよかったらフォローをよろしくお願いいたします。今日はちょっと真面目モードきり丸動画でございましたけれども、また次の動画でお会いしましょう。じゃあ皆さんせーの、バイバーイ。暑いからね体調に気をつけてね。ということでお水をたくさん飲んで寝てください。あ、寝てじゃない遊びに行ってください。じゃあね、バイバーイ。